長口屋に泊まって、で朝7時頃出発して、ここまで来た時に、実は白い犬と黒い犬、どっちも野良犬ですって、ものすごい親しげに私の方がよく見て、2匹の犬がこう前、向こうに向かって走り出したんですよ。で、50メートルほど先行ったら、パッとそこで止まって待ってるんですよ、私が追いつくの。で、私が追いついたら、また次にまた50メートルぐらい行って、私が追いつくの待ってるんですよ。で、交差点に来たら、必ずそこでストップして待ってるんですよ。で、最後まであの峠を越えて、平等寺まで約2時間私案内してくれた。なるほど、なるほど、お大師さんと同じやろ。そう、お大師さんが小屋さんで経験したの、全く同じ、これ実話です。いつ頃です。もう10年ぐらい前、私はあのそれ本にも書いてますけども。だからここの辺の小屋はですね、ちょうど山から降りてきて、ここから平等寺さんまで約6キロあります。約2時間ぐらいの途中にあるんで、非常にいい小屋へと思います。ここはこうやってみんな座るとホッとしますね。あのただここは泊まることはできません。前野さん休憩するための遍路小屋ですから、地元の人が善意でこれを管理していただいてますんでね、あの気持ちよく使わせていただければ、お遍路さんも喜ぶし、地元の人も接待した機会があるということになると思います。綺麗に使ってあげてください。はい、以上でございます。